だ。目を離さず、ここはもう。これでヤンニョムチキンですね。いいじゃん。はい、大丈夫です。はい、お父さん、ありがとう。もし川村ちゃんが分かれば一回共有切ってもらってみたいな。そうです、おにぎりだけど握らないです。すごい、さすが早いね。なくなりそうなので今作ってる感じですかね。こういうのなくなるので作ってる感じですかね。今1週間分で今は肉そぼろ卵黄っていう一番本当にうちで人気がある商品の仕込みをしてます。私が本当に、まあ、学生時代ぐらいからおにぎりと豚汁で最後で死にたいみたいな話をしてたのがあって、おにぎりって結構遠足と か特別な機会に持っていくものだったので、私の場合それでなんかおにぎりってすごい特別なものだったなっていう。だからボンゴさんの動画見るとよく入ってると思います。鍋肌から生姜汁を入れてきます。で結構もう汁がなくなってきたのでもう完成です。うん、今ここ結構火使ってるから、ここら辺が一番。お米はあの富山県産のコシヒカリ。
できれば、冷蔵庫で冷やしたり、一番、冷たいお米から一気に火を入れて炊き上げるのがすごい美味しくできる。解凍されていく感じですね。はい、今日あれ？ズーム？いや、もういい。アイコン。匿名なんですか？そうなんです。足長おじさんみたいな感じ。大丈夫ですね。はい、大丈夫そうなので、こんな感じで。一口大に切ってるだけですね。で、好きなんですよ、海外旅行とかが。で、海外旅行の先で食べたものをメニューにしたりしてます。ハワイのアヒポキとか、韓国ヤンニョムチキンとかも。もっともっと増やしていきたいので、もっともっと海外に行きたいんですけど今はなかなか行けない。これでヤンニョムチキンですね。私は全部ステンレスのこの四角いネタケースを使っているので、場所を入れるだけなんで、その大したものじゃないですよ。だから話したんだ今、はい、応募するとき手伝いますか言ってなかったワンスか、ワンス、ワンスなんだ。いいじゃん。クリームチーズの醤油漬けを入れます。ウトさんのコーケーキ食べたら、食べるよ。私美味しかったよ。私は美味しいから普通にまた欲しいんだけど、大丈夫ですね。
ちはめちゃくちゃおしんこ大きいんです。というか150円で売ってるやつです。鰹節のこの厚削りなんですけど、厚削りとあとこの薄削りっていう薄い方を使って作っています。結構味にインパクトが出るんですよね、深みと。鰹節のすごい。そうなんです。香りがすごい出るので、だしなので厚削り節はすごい。こういう感じですね。私もうメガネが曇って見えなくなっちゃう。めちゃくちゃなんなんですか。どうもすいません、ごめん川村ちゃん、ごめん川村ちゃん、ありがとう。すみません、いつもごめんなさいね。埋もれている。ありがとうございます。
って飲んだらなんか、わかるわかる、落ちちゃう。あ、2番目、3番目のお席どうぞ。ビッグそぼろ卵を明太クリームチーズ小さめでお作りしました。はい、どうぞ。はい、ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。